はい、ポケットモンスターソード実況プレイのパート18です。前回はアラベスクタウンのアラベススカジアムに挑みまして、ボラさんに勝利し、5つ目のバッジを手に入れたところですね。今度は、6つ目のバッジを求めてキルクスタウンに向かわなければならないんですけれども、その前に7番道路の方でまた、ホップと一戦交えることになるみたいです。なんとしてもね、ちょっとあいつに元気を取り戻してもらわないとね、ライバルとして頑張ってもらわないとね、こっちも調子狂っちゃうから、一緒に切磋琢磨しようぜ。鍋強くなるため、あれこれ試す。でなければ、兄貴に追いつく。いや、追い越すなんてできないぞ。つまりというか、ズバリというか、俺とポケモン勝負してくれ。よっしゃ。オロト。バケッチャどっかで見たっけ？しゃあ。ドリルクチバシだ。そうなの？クイタランは魚のラゴンだね。滝登り。カビボンはエースバーン。結構もしかしてこいつワイルドエリアこもった？クビヒザ。おい。危な。超リスキーやん。ここでインテレオン。じゃあゴリランダーで迎え撃つぜ。まあ速さは向こうの方が勝ってんだろうな。そこはしょうがないわ。メシュ攻撃やだな。特攻あーやだな。ターンかけたかった。パルスワン、これはドリルズで、こいつも速そうだな。足そう言って逆転できた試しあったか。バカが。バカがっつったけどあれか。他にあいつこいつ打点ねえのか。全部他あれでしょ。スパークとかほっぺスリスリとかさ。いや、いらない。旅に出る前、兄貴で見あテレビで見ている兄貴はただただ強く眩しかった。今ならどれだけ強いのか、俺に何が足りないのかわかる。だけど俺も強くなってるぞ。お前よりスピードは遅くてもな。相手してくれたサンキュー。ポケモン元気にするぞ。
俺の願いが分かってきた。俺は兄貴と戦いたい。いや、無敵のチャンピオンである兄貴に勝ちたいんだ。勝つんだ。決めた。キリクスターンでジムバッチョが勝ち取ったら、またお前にビシッと挑むぞ。バッチェ取るたびは俺に喧嘩売るつもりか、あいつ。お、ニャイキングがいる。じゃあ、あれ、普通にニャースだな。ニャイキングじゃねえな。まず進化しねえやつだ。金欲しいんで、基本ゴリランド戦闘で。イエイ。あれまだ進化、あ、え、あれもう進化してんのか。ニャイキングか、あれ普通に。アブリボン。あー、ドラマタック。はえだよね。トモ帰り。あ、てか、アクロバットでよかったやん。だーい。とりあえず。イークイーン。こいつその足速くないでしょ、多分。言わないで。ドーン。よしよし。いやいや、よく耐えた。俺の判断ミスだ。もう今のは素直にすまなかった。うわー、うぜえ、こいつら。よっしゃ。デンチュラ、フォクスライ。進化系が当たり前に出やがる。青ガラス。あーと、あまり相性がですね。威力55なんだな、これだ。挑発。こっちの方が早いんだ。当てきます。ワッシーボン。ワッシーボン。ウオノラゴン行こうか。氷抜き馬車。はい、強い。あとサイコパングとかあったら最高なんだけどね。車両いたつもりはないです、すいません。なんかいるな。クスネか、モルペコだ。無視。ワシボンがいる。健康かどうか見てくれるんだったら、そのついでに回復もしてくんねえかな。
あーと、トンボ返り。5倍。ワンパン。レベルちょっと低いんで、サナダ出しとこう。テブリム。テブリム、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 フェアリー。ドリューズか。ではアイアンヘッド。あ、こいつ普通にエスパーだけだったっけか。最終進化になるとフェアリー追加されるのか。なすだけあいつドデッコツ。よっ、やった。野生のは別に用ねえんだけどな。レベル39、結構高い。なんならその辺のトレーナーより高い。やるじゃない。いや、どうして。お、耐える。おほー、いい耐久してんね。当ててくる。ナイス。しかも経験値うめえし。あ、ダメージ受けっぱなしだ。いけい。あざっす。待てよ、こっち席か。あー、邪魔。捕まんねんなら用ねえんだよな。ダメね。さすがにトンボ。さっきの流れだと爆裂飛んできたんだよな。あえてアーマーが行く。
こっち混乱するけど、5つ目発動。ハイパーボール。あ、いけたわ。なんかそれ本当に前は進化先のポケモン捕まえるってあんま好きじゃなかったんですけど、なんかピカブやったあたりからなんか割とどうでもよくなってきちゃった。なんだろう、捕まえても経験値入るっていうところが要素として一番大きいのかな。スマートフォン、はい、一中技。もし道中のアイアンヘッドを手に入れられてなければ、今ドリューズには俺はこれを、このスマートフォンを覚えさせていたことでしょう。おわ、駒だな。つかあれだ、ゴリランダ回復しないと。とりあえずクイックボール投げる。あ、確定。ここで？む、また回復しねえ。さっきよりレベル高えし。よし、勝てた。だ、終わった。さすがに回復しよう。ソルロックいいね。おわ、サダイジャ。あ、大丈夫、いいかな。ドラマタック。経験値うまそうだから倒そう。おお、硬い。ああ、いい感じにうざい。もう、もう荒れてる。砂吐き出した後どうするかが課題のポケモンだね、これ。まあそれとドリューズとかガブリアスとかおあつらい向きな組み合わせがあるんでしょうけど、ソルロック捕まえとく。この技とか覚えてそう。俺全然ダメ。ドラマダック。クワワラギズは知らん。これ夜だとルナトーンデルとかってあんのかな。リピエイダー、ここに隊列が。
あれ、ゴビット？ゴースト。こんな真っ昼間から。お、戦おうぜ。ドラネシア。叩き落とす。これ欲しいな。バルチャイアク5。さないと。結構耐久高かったイメージ。あと胸ドーン。よしよし。でかい金の玉拾いました。はいはい。トゲで回る。電気鋼だっけか。鋼の部分やりづれえな。おもがりすっか。出た。ドリューだ。とどめばり。危ね危ね。ドリルライナー。ドリルってさ、思ったより早いよね。同じモグラ枠のダグトリオよりもなんかずんぐりしてるから結構足遅いイメージがあるんだけど。まあ、でもダグトリオが結構早いからな。120とかだっけ。後ろなんかいる。あと交通事故だ。これね、虫だと思ったけどね、格闘タイプだけなんだよね。いけないんかい。わ、なんかあまり長期戦にしたくないこいつ。じゃあハイパーボールと。あざす。この高さ3メートルとか重さ62キロってのは、このワングループの合計ってことでいいのかな。じゃああれだ、12キロ10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 キロだ。俺10キロって今何回自分で言ったかよ、全然分かってないけど。
計算わかりやすいな。岩っぱれっす。じゃあまたよー。絶対クイックボール一回じゃつかまないやん。いや、いけるんかい。いや、ちょっと待ってよ。自分も力ボルルンで行こう。果て巨水や。変わらわり、変わらわりも行こう。エースバーンのあの飛び膝切りは強力だけど、外した時やっぱ怖いからさ、一旦これでいく。そうだ、俺アーマーが最後つかなかったの、スマートフォン結局、あ、違うな。違うな。でも鋼の翼を覚えるからな。つかなかった理由がいまいちピンとこね。大王道か何か使おうとしたのかな、鋼のタイプ。多分どれかな気がする理由が。あ、クソ見っかった。モンスターボールとハイパーボール、お、相性いいのかな一応。ドリューズこの状況あまりよろしくねえな。カパルドにドラムアタック。火炎ボールでドリューズ。オッケー、ナイス。最近できたー。サーナイトほぼ完成。いけるか？ OK。 キルクスまでは入りてえな。お、まだいた。ルカリオ、ニャイキング、どっちも鋼か。あー、瓦割りを、ルカリオ。で、火炎ボールを、ニャイキング。猫騙し、うぜ。うわ、積もうとしてきてるよ。物理ルカリオだ。こっち回復してエースバーンで攻撃。オッケー。
まあ、行けるところまで行きたかったけど、とりあえず行っか。あとちょっとだしね、どっちにしても。じゃあ次回は、キルクスタウンに入りまして、6枚目のジムバッジを求めていきたいと思います。では、ポケットモンスターソード実況プレイのパート18、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれな。